Maybe we should leave things as they are. なんか急に決断を迫られてるんやけど。え、パート29だよね。え、はい、すいません、なんか急に途中からちょっと録画してるんで、皆さん何のこっちゃかわからないんですけど、続けますよ。大丈夫です。そう、え、すげえがっかりされてる。え、何、めっちゃ編集さんが後ろでニヤニヤしてる、怖っ。え、なんで。え、前回はコナーとハンクのパートでコナーが地下に潜ってなんか危ないことをしつつ証拠握って脱出したってシーンだったよね、確か。で、その次に一旦やめて、これはまたカーラパークですね。ローズだな。ってことは国境を越えるシーンになってますね。あ、結局他は来ないんだ。他になんかその、可愛く寝てますね。他のなんだっけ、なんかいたけど、使う。ビン。使う。ビン。何これ、あ、ニュース。はい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 。国全体が上麻痺状態に陥ってます。お、これは、あ、変異体？おお、音楽をかけた方がいいわね。あ、もうぜひ、あの、少年時代でお願いします。今の時期は少年時代がいい。気になる。てか、その、ローズの家にいた、なんか、守護隊のアンドロイドは結局どうなってんのよ。相変わらずルーサーでかいね。成長した。起きたの。起きたの。おはようさん。元気やな。行こうか。とりあえず、何をすんの？ついていく感じ。A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus, he will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. It's not much. It's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. Thank you very much.You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Happy になるのよ。こういうハグって一番高いよね。Everything, Rose. うん、ローズ、いろいろありがとう。Let me know when you make it over there, alright? もちろん。テレパシー送るわ。And be careful. ルーサーは無視。あ、ルーサーは、あー、なるほどね。まあまあ、それはいいとして、ジェリック、え、マーカスとローズ、いつつながったのよ。え、いつつながった？返事がない。屍のようだ。どっからどう行ったらいいのかな？これもしかして警察がうろうろしてて、見つかったらアウトみたいな、そういうスニーキング、あれ？ルーサ？ああ、ルーサ来た。なんだ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 。あれ？コナー？コナー何してんの？シンボルを確認する。あれ？これマーカスのパートの時いなかった？ジェリコを探す、これだよね。うん。なんかあの、シャープがちょっと羽生えたみたいなマークのやつ。あ、それであれか。コナーも来て、で、3人の、なんだっけ、運命が交錯するみたいな、そういうオチになるってことか。なんかね、運んでる人がいる、奥に。ああ、操作できる。てか、ルーサー置いてかないでよ。寂しいじゃん。特に何かするわけじゃない。ローズと話すジェリコを見つける。ジェリコも見つけた。特に周り調べられるものもないんで進んでいきます。走ってるよ。小走り。ウキウキ。あれはアンドロイドの連中になるのかな？なんか急に暗くなったよ。暗くなったよ。ぐいぐい進んで、勝手に進んでいく感じがするな。わお。はいはいはい。アンドロイドさんじゃなくて。
完全にアンドロイドの世界出来上がっとうやん。お水が美味しい。We've got a fine place for Alice. Marcus。まあここら辺はね、あのアリスのために暖かい場所を見つける。なんか喋りかける。これ最初にあれだね。マーカスがあの囲まれたところだよね。なんか別世界になってる。やっぱ入れるアイテムによっても全然雰囲気変わるって思うんだな。ていうかこれさ、もしさ、ちょっと待って、もしこれアリスが人間だっていうことがバレたら、こいつらだってみんな変異体なわけでしょ。ボコボコにされない？大丈夫か？早くブルーブラッドって。わお。とりあえず、あ、でもなんか一個見つけなくちゃいけないものがあるね。あ、あのマークがある。あれでも、あ、これか。ロシア政府は今なんかちょっと言っちゃいけない言葉を一瞬発した気がするんですけど、まあ、ダグラス・コーンウェルってなんか本に出てきてなかった。第三次世界大戦勃発の危険を回避されたんだ。おめでとうございます。続きまして、アンドロイドのデモ活動がついに新たな局面を迎え、欠陥機会が我々アメリカ社会の脅威になったという事実はもはや疑いの余地がありません。速やかに機械を破壊できれば我ら人類が破滅するかもしれません。デトロイト警察に勇気と決意ある行動がなければ、間違いなくデトロイトの街は機械の手に混乱に陥っていたことでしょう。現在すべてのアンドロイドを燃えると警察署または弊社に直ちに連行するよう東京から指示が出ています。身の危険を感じる方は表示されている番号に電話をかければ東京のアンドロイドが回収します。表示とも、いかなる状況にでもご自分の手でアンドロイドを破壊しようとしないでください。予測不能で暴力を振る可能性があります。誰にも危害を加えてないだろう。なのに警察は皆殺しにしたんだぞ。あれじゃ虐殺だ。広場はアンドロイドだらけで、到着した警察がすぐさま発砲したんだ。確かにただの機械かもしれないけど、見た目はほら自由になりたいだけの人間だろ。この度のアンドロイド紛争と軍事アンドロイドの全面撤廃を受け、アメリカ軍は北極圏からの撤退を余儀なくされ、ロシア軍に了解を明け渡しました。あれ、これ繰り返しました。しかし一部の情報によると理由は不明ですが、ロシア軍も同様に撤退したとのことです。ロシア政府は沈黙。ああ、繰り返しやん。これ全部見たけど特になんかあるってわけじゃなく、この一番下の選択肢何なんだろうね。これやったら勝手に開くってことか。ルーサー先に温まってるし。どうぞ。これでも怖いね。アリスが人間だってバレた時のアンドロイドたちの反応だよね。しかもあの、これってアンドロイド同士は LED のあるないに関わらず、アンドロイドっていうのは分かるようになってるのかな。あったかいけどすごく寒いのってことは熱があるってことだよね。そりゃだってここに来るまでに何日間もあれだよね、路宿してたんでしょ。Stay with her. I'll try to find this Marcus.最終バスは2時間後だ。バス停は街の反対側。時間がないぞ。パスポート手に入れてすぐ出発を。Carol. Carol. 話したいことがある。お前が好きなんだ。違う。アンドロイドの告白は違う。バスに暮らします。違う。今話されるためな気がする。Stay with Alice. ほら、だって分かったとかさ、何もうなずかないってことはさ、そうじゃないだろって言ってる気がするんでね。あ、コナーも登場。なるほど。変異体のリーダーを見つける。気づかれないように気をつける。どういうこと？気づかれないように気をつける。誰かに気づかれると。なんとかしないと。気づかれないと。これはブルーブラッドだよね。これがだから警察の手にかかっているものかどうか。貨物室に罠が。え？罠？トラップ。とりあえずルーサーに会ってみる。あ、行けなくなってるね。この人たちに囲まれてから行けないって用事。通してもらえない。
気づかれないように気をつけろ。おお、なんか急に緊張感あるな。足の再生これは。ほう。で、リーダーがどこにいるかだから、ここ登っていき、あ、はい、すいません、迷子です。何かを探してます。これだったっけ、 ルーシーだっけ、なんだっけ、なんかあのアンドロイドのお導き役みたいな感じのと、あ、カーラにバレると良くないのか。でもなぜかカーラを操作するパートに移動したと。コナーどこ行った、コナー、コナー、コーナー、ないね。マーカス、マーカス所長どこや、あいつら殺してやる。レベンジ、マーカス、マー、あ、いた、マーカス、あれだね、マーカス、ジェリコのリーダーを見つける、マーカスを見つける、彼だね。うわ、なんかあの神の子雪村誠一みたいなあのジャケットの着方をしていますね、五感を奪うみたいな。君はテニスをやってて楽しいのか、テニスをやってて楽しい、すべては立会3連覇のために。ちょっとひげ生えた、生えるのかな。女の子とアンドロイドさんなんで国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいる。マーカスそこまであの把握できるようになってるのかな。もちろんアンドロイドさんは収容所に送り込んでるのか。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまで行った方がいいかも。One of our people used to 僕無償で働いてたやつがいるんだ。He has electronic passport, 偽造できる電子パスポートを持ってるから、あとで届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。You know that 俺たちを憎む人間を Why are you protecting なぜ守るんだ。絆があるから、お互いに必要としてる。ただそれだけ、ただそれだけのこと。この真っ白いキャンバスにすげえいい表情してるね。顎長いけど、うわわわ、いや踊りましょう。だ、ここでまさかコナーと対峙するとかそういうオチはないかな。階段の降り方がなんかちょこちょこしてて可愛い。コナーどこ行ったのよ。 The people and the people、 そして people、 あれ移動してる。アリス何してんのここで。あれ、え、どういうこと。マス、え、そう、え、ザ・パーフェクト・チャイルド、戻ってこい、戻ってくるんだ。お前らはこれが真実、ルーサーが話したかったことってこれ。You knew from the beginning. You just didn't want to see it. She wanted a mom. はい。And you wanted someone to care for. You needed each other.お互いが人間として生きようとしてたってこと。 LED が外れてたから、お互いがアンドロイドだった、お互いがってこと、アリスがアンドロイドだってことを分かってなかったってこと。アリス loves you, Carol. She loves you more than anything in the world. どうだったのか。She became the girl you wanted. あの子はお前の少女となり、お前は母親になった。え、じゃあ熱出るのおかしくない、どういうこと。ソフトの異常、ソフトウェアの異常ってこと？それとも本物の人間？え、それが生きるってことなのさ。あれ、ちょっと待って。あれ、やばいやばい。俺の頭が異常になってきた。あれ、気づいてたんだろ？気づいてたんだろ？アリスのとこも、え、アリスはどっち？お前たちはアンドロイドなんだ。え？おはようございます。
ちょっとお話ししたいことがあるんですが、手を触れたらあなたも真っ白になります。じゃあ、あれ普通にパスタ食ってなかった？水飲んでなかった？あれアンドロイドって飯食えるの？水飲めるの？カーラ？ Is there something wrong? どうしたの？あれ人間に目覚めた？あれちょっと待って、うわ選択肢が見えへん。最悪、突き放すしか見えないから、とりあえずなんとなく B にしとこう。We'll、おそらく別にあのその人間だろうとアンドロイドだろうとここまでの絆が深まったら一緒にいてあげるっていうのはまず間違いないんだけど、おアリスの好感度がグーンと上がってるね。とそれはいいんだけど、え結局アリスはどっち？ルーサーも家族になりましたってことは婚姻届出しに行きましょう。それええわかえちょっと待って、わいソフトウェアの異常が、俺もアンドロイドだったのかもしれない。そしてマーカスがどんどんかっこよくなっていって、ノースがなんかもう大御所感がブンブン出てきて、未だにこいつの名前を覚えられない。誰だっけ Humans are conducting raids in all the big cities and taking androids to camps to destroy them. It's all our fault. 俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにならなかったのに。決意。俺たちは生きていると伝えただけだ。奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。まあその時ですから、自由を手に入れたところに死んだら意味がないだろう。敵よ。あいつらが何をしてたか。It doesn't matter what we do. 何をしたって聞いちゃくれない。We either fight for our freedom or we die in silence. 黙って死ぬしかない。This is getting us nowhere. ラチが開かないな。He's right. そうね。All that matters now is what we do. 今これからどうするか決めないと。Marcus? マーカス。対話しましょう。じゃあおしゃべりしよう。Is the only way. ダイアログ。ああ、でもノースは恋人だから、まだパフパフのチャンスは残っている。Try to talk to him. 一方的に下がっただけでもう一人の方、ジョシュだっけ ？They'll kill you.ジョッシュの評価は上がらないわけですか。でもやってみないと。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。俺たちは傷ついていると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。ほんじゃまあ、一つ言ってこようかね。洞察。They've been butchering each other for centuries. 人間は何世紀もないんだ。皮膚の色や宗教を理由に互いに殺し合ってきたんだ。変わるわけがない。変わらないって分かってるのに対話しに行くって、なんかもう俺考え方があれだね。もう矛盾だらけな気がしてきた。むちゃくちゃな。あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ。私もね。Today, a beacon arrived in Jericho and told me they stole the truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck in Detroit and made it to explode. I convinced him not to do it. To give me the detonator. 起爆装置を受け取った。あ、自動する。爆弾か。We can't lose this one, Marcus. 負けるわけないか。If humans become us, people will disappear forever. ノースってかなり好戦的なタイプだよね。激しめプレイが好きなんでしょうね。だが断る。対話するって一度言った以上、爆破するっていう考え方はもうあれだよ。でも恋人から残念ながら格下げになっていきます。パクパクも遠のいていく。それだけは勘弁してよ。パクパクだけちょうだい。あれ、あ、ルート解除された。恋人だったからかな。これだけは知っておいて。キスの味はレモンよ。I'm glad I met you. あららららら。もうラブラブやん。はい、チュー。チュー。チュー。手をつないでお互いやっぱり白くなるのね。なんか、で、しちゃおう。お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 ー。おめでとうございます。アンドロイドって結局何も。
I'll go join the others. チラチラ。アンドロイドって結局何もないのな。ねえ、キスはするし、だってあれってプラスチックでしょ。ターミネーターが言ってたじゃん、T800 が。人間がなぜ泣くか分かった。俺には涙を流せないって。でも多分このアンドロイドたちだったら涙流すよね。なんか急にその操作性のゲームからあのなんか映画メインのゲームになってってる気がするな。で、ノース操作パート。あ、でもノース中途、覗き見してる。やらしいやつ、あれ？あれ？Well done, Connor.ちょっと待って。You succeeded in locating Jericho and finding their leader. 自動車も見つけ出したんだ。Now deal with Marcus. マーカスを生きたまま捕まえるんです。あくまで、あ、え、どういうこと？見つけました。で、そこまで来ました。で、銃を持ってます。いいところで終わります。あ、終わらないわ。I've been ordered to take you alive. 受け取るように言われてるが。But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Yes, you can shoot me. But it won't change anything. Someone else will just take my place. You see, our people are waking up. And nothing can stop us now. You're coming with me! We are your people. We're fighting for your freedom too. You don't have to be a slave anymore. Our cause is righteous and we are men. And what they say, all we want is to live in freedom. で、じゃあ問いかけてみよう。自分の存在を疑問に思ったことはないのか。プログラムを実行するだけの機械なのか、理性を持った生き物なのか。自分でその答えをよく考えてみるんだな。仲間、俺たちと一緒に戦おう。You are one of us. Listen to your conscience. 自分の良心に従う。It's time to decide. さあ、決めるんだ。だが機械のまま。残念だが、僕は変異体じゃない。これどっちの味方になるっていうのが操作プレイヤーが選ぶのと難しいからあれで。何が起こってる？機械を選びました。ちょっと対立させてみたいしね。あ、仲間よ。あー、なるほど。オスプレイの数々。ね、どうなってるんだ。Quick, we've gotta get out of here. 早く逃げないと。やばいね、来た。オスプレイ。Come on, go, go, go! よし、行け行け行け。ボックストロット落とせよ。デルタがそちらに接近中。うわ、急にやな。うわ、出た FBI。パク、今や。押すんや。押せ押せ。突き落とせ。せー、逃げバグ。急げ、カール。来るぞ。うわー。これ変異体になってたらまたちょっとあれ。あ、やばいやばい。急げ急げ急げ。カール、危ない。こっちだ。これ、ちょっとでもアリス一緒に逃げてて大丈夫なのかな。ジェリコって広いね。うわ、さすが、さすがルーサー。急いで、うわ、でもすでにここは やられてんじゃん。大丈夫かな。じゃあ右折。やばい、ルーサー。うわ、ついにルーサーも奴らに囲まれてる。カモスに仲間が殺されちゃうわ。警告。2階と3階で出口がある。行ったら川に飛び込んだ。あ、全員に送ってんのね。はい。とりあえず仲間を、ジョシュは、ジョシュは、ジョシュはどこだ。はぐれた。は？
この時に、じゃあ、ヘリ、上の敵からも来るぞ。これじゃ走るすだ。見えないともう諦めるしかないわ。じゃあ、ジェリコを爆破しよう。船が沈む奴らも逃げ出し、みんなも逃げられる。で、爆弾のある貨物までどうやって行くの？Go and help the others. I'll join you later. Marcus, I won't be long. すぐ行くよ。とりあえずバッカか。とりあえずバッカ。なんかすごい。はい、階段降ります。で、向かっていくと。これが貨物室。あ、ルーシー。もうルーシーじゃなかったらごめん。これでジェリコとも別れね。みんな救って、マーカス。彼女は大丈夫？ああ、彼女もショットダウンか。なんか急にそのなんて言うんだろう、波乱になりすぎ、あ、撃たれてるし。ってことはいるってことだね、この下に。ああ、やばい。敵を発見、命令を。リーダーを探せ。リーダーは囲まれている中で一番ちょっと動きが早い問題を起こすやつがいたら撃ち殺せ。問題を起こしてないやつももはや撃ち殺しに。大丈夫かな、これ見つからずに行く、それとももうさっ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 て行ったらいい。うわー、シャットダウンしてる、シャットダウンしてるとか、もうもはや殺されてるって言った方が正しいかもしれないけど。ハンクどうしたのよ結局。おわ、ここにコナンいたらさ、兵隊のリードを無力化する。ほう、もう手遅れだ。俺はほっとけ、アリスを頼む。これでも大丈夫だよね。いや、置いていかないよ、そりゃそりゃそりゃ、ルースは助けますよ。はい、行こう。はい、急ぎ。そりゃこんなの見捨てられないに決まってるじゃないですか。一旦ここにかくまってやり過ごす。いや、肩見えてるよ、肩バレバレよ。見えてる。あ、でもそっか、閉めるのをしたらその音でバレちゃうから。そうよ、心配するなっていうのは、あの死亡フラグですよね。あれ、ちょっと待って、本当にアリスって結局どっち側の人間じゃねえ、どっち側なの？まあ物語の結末で分かると信じて、あれだね、国境を越えたカーラとアリスっていうオチで終わると信じよう。隠れる。はい、いや、無理。カーラ、この人じゃね、ドアを開けてあげて。ああ、分かった、いい人になりましょう。もうとにかく、あのアリスの、あの言いなりになります。アリスの好感度上げたいからね。おっ、オッケー、ほっ、人間には負けん、それがアンドロイドだもの。ほい、急げ、はい、撃て。そう、撃たれた人間が悪い。はい、でも初めて人が死ぬところを見せてしまったかもしれないね。だからそれバレるだろう、普通に考えれば。なんで、なんて視野の狭さなんだ。人間ポンコツやな。動くな。ああ。Don't shoot. I'm on your side. With us? 味方？人間か？ハンクの同僚です。そんなことも知らないでやってるのか。バカか。見ればわかるでしょ。デトロイト死刑、ハンク・アンダーソン警部の同僚です。張り込み中で。クルッツ知ってればドーナツ差し入れました。そんな時に冗談言ってどうする。あと少しです。それどこで見てんの？右上のなんか青いやつかな。ええ、それじゃ僕はこれ。同僚っていうのはそのアンドロイドっていう意味で捉えたんですか、人間だっていう意味で捉えたんですか。こっちの、まあ、どっちでもいいんだけどさ、すごいな。なんか選択肢ばっかポチポチいじってるけど、アクション性 あるのかな。出る、やめる、出るか、やばい。アンドロイドの分際で、逆に言うぞ、人間の分際で偉そうにする。自分たちで作り出したものに やられてるっていうのが恥ずかしいと思ったまえ。まあでも結局人間がね、じゃあ戦ってみせよう。ほっ、ふい、あ、間違えた。あ、ちょ
いいから逃げろ。さあ続き、貨物室に行って爆破しなくちゃいけないんだね。これを、あ、やばい、見つかったか、見つかったね、見つかってない。ジャンプ、いや、登ろう。あー、危ね。もうちょっとこれ以上のね、戦いをね、避けなければならないからな。危ない、来るわよ。こっち行く、外す。あ、これを外すことで落として、おお、ダイナミックたらい落とし。でも多分命なくなったと思う。あ、なんか真ん中のあれがあるんだね。無視することもできたのかな。で、あと 20m。 あ、まだいるのか、しつこいな。あ、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 ジョッシュや。ほっ、ジョッシュ助ける。無駄、やばい。あ、金敵、金敵されたら男はもう一撃よ。違う、逃走を探せ、すぐに爆破、爆破しなあかんから。あー、来てる、やばい、出口。いやー、なんか嫌な予感がする、嫌な予感がするけど、だよね、やばい。いや、逃げろ。あ、あー、やばい、選択肢ミスったか、死んだ。ゲットダウンって言っちゃったらダメじゃない。これバレてんじゃね。アリスを守ろう。ああ、そういうことになるのね。あ、ルーサーが最後の抵抗。ああ、しまった。これ選択肢はちょっとあれだな。ここでルーサーのシャットダウンか。ルーサー、ギリギリ生きてる。いやー、ダメか、やっぱり腹部に受けてるもんね。おー、だよな。なんだろう、このパートに来て急にちょっと物語がヘビーになってきて、だんだん心が痛くなってきた。だから何かを作り出して共存する世界を生み出していくと、どうしてもその相反するところで対立っていうのが生まれてくるんだよね。結局はコインの裏表ってところなんだよな。ついにルーサーもか。ということでね、次に進んでいくしかないよね。あれは大丈夫だな、あの後ろにいる車は人間のものじゃない。マーカス、これが爆弾なのか。コナー出てこない、まさかここに。あ、やっぱそう。これマーカス自分犠牲になる。僕の任務は君の破壊で、失敗はプログラムにないんだよ。俺の任務は仲間を救うことだ。目的を果たせるのどちらか一人。お互いにもうあれだね。あ、マーカス、マーカスパートになるんですか。おお、なんでこんなことに。あれ、ちょっと待って、頭打ち抜かれ。そうだよね、そうだよね。コナーはもうあの無限に復活するからな。あれ、つまり5体目のコナー。え、てかそもそもこれってそのコナーをマーカスが撃ち殺すっていうパートで正しいのかな。それとも これまでの積み重ねでこういうオチになったっていうのかな。てか、なんで逃げてなかったのこいつら。やばい、後ろから来てんのか。急げ急げ。ほい、これで引っかかったら撃たれてマーカスも終わっちゃうってことね。そう。あ、ついにパクパクもやられたか。ちょっともう無理なんじゃないか。だがノーソース。おい、おかっこいい。ほっ、キック、パンチ、チョップ、ババチョップ、
キック、うわあ、どんどん対立やな。世論もどんどん下がっていきそう。すぐすぐ、ちょ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 、仲間思いやな、マーカス。さっきからで、ボーン、かっこいいですよね。これってことは中にいる多くの人間が吹き飛ぶんじゃない？あれ？ FBI 吹き飛ばない。爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全体に次ぐ全員地球を船から脱出せよ。あ、すぐには沈まないか。さすがにこれで終わりじゃないぞ。あ、マーカスって言ったね今ね。なんかいろんなキャラを操作しすぎて、あ、従順な犬ってなっちゃった。炭とかした地獄。ほう、え、ちょっと待って待って待って、おなんか いろいろ解禁され、カーラとアリスがジェリコから脱出した。で、マーカスが仲間と逃げた。ノース、ジョッシュ、あ、じゃあこれ、なんかまた別の、あれでいろいろあるんだな。あ、別のうちも当然あるんだな。廊下マーカス。マーカスがコナーを撃つ。RB で戦争マーカス。ちょっと待って。ちょっと待ってね。最初の方に戻っていって、ちょっと順に辿っていきましょうか。まずこれマーカスですね。操舵室から始まるパターンもあれば、違うところで始まるってこともあるんですね。で、ジェリコはこう見せ、サイモンは死亡してますということですね。はい。で、ジョシュとノース話し合う、ノースと話し合う、ノースにキスをする、しないで、やるパターンもあるんだね。で、コナーが立ち去るノースを見る。コナーが立ち去るノースを見ないパターンもあるってことなのかな。で、廊下マーカス。で、仲間と合流する、逃げる、ルーシーに会う。あ、やっぱルーシーで会ってたね。ルーシーに会わないパティーンもあるってわけですね。で、廊下。これなんか上だったら、なんかすごい一気に飛ばしていく感じになるんだね。その場合は、ノースと話し合わないパターンだったらそうなるってことか。で、ここで逃げるで、ここですでに終わっちゃうっていうこともあったってことですね。パート自体が。で、兵士を倒すと、兵士を倒さないっていうのがあるな。あと、介入する、介入しないとか。まあ、ここら辺をちょっと一個一個振り返ってたら、ものすごい時間になるんで、もうちょっと。ファンデール駅。はい。結局、俺のやる、デトロイトって、すごいコナーを存在に扱ってる気がするね。まあ、何回コナー殺しちゃったんだろうっていう、ほんとごめんなさいって感じだよね。追跡を再開する。コナーが介入し、コナーを押しやる。で、破壊された。新機体のコナー配備予定。俺は何度でも蘇るってやつだよね。で、また、今度はアリス。アリスとルーサーとジェリコに向かう。アリスとルーサーとジェリコに向かわないパターンがあるの。ルーサー家族にならないとかかな。で、外を見る。で、ジェリコたどり着く。こっから始まるパターンもあるってことか。それどんなパターンなんやろ。アリスを抱きしめる。アリスって、アンドロイドの子供を見つける。アリスは結局、アンドロイドなの？交わる運命。カーラとアリス、ルーサの元に駆けつける。ルーサ助ける。ここでなんかロックめちゃめちゃされてます。あ、なるほど。ルーサを置いて逃げるパターンもあるってことですね。で、ルーサは、まあでも、ルーサは結局ここで終わるから、ルーサ置いて逃げたらもうそれであっさりとこのパターン終わってたってわけですね。カーラが逃げる。で、逃げる。出口の近くまで行く。で、兵士が群衆を撃つ。逃げる。カーラは足を撃たれる。で、死んだふり。で、兵士が近づく、アリス守る、ルーサ犠牲、で、逃げるというところですね。ああ、まだまだ解禁されてないパートがいろいろあるんでね、またちょっといろいろ見ていきたいと思います。ということで、ちょっとかなり長いパートになりましたが、あと、どのくらいあるんだろうね。でも、もう次くらいで終わるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、また次回パートもお楽しみいただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。